どうもリュクです。今回は11インチの iPad が入るバッグについて話をしていきます。僕は iPad が大好きで、いろんなバッグを試す中である一つの結論にたどり着いたので、今のところ僕が iPad のバッグに対して思っていることを話していきます。それでは行ってみましょう。結論としては、11インチの iPad はショルダーバッグではなく、バックパック、リュックを使って持ち運んでくださいっていうのが、僕がいろんなバッグを試してきて思った一つの結論、今のところの結論になります。11インチ以上の iPad は画面が程よく大きく、バッテリーもそこそこ持つので、大好きな人が多いことでしょう。この魅力的なデバイスをなるべく軽く、軽快に持ち運び、カフェや公園でカジュアルに使いたい、そんなロマンあふれる iPad。 11インチ iPad がすっぽり入るショルダーバッグを探しているそこのあなた、探せばたくさん出てきますが、もしこの動画を最後まで見たら少し別の運用を検討し始めるかもしれません。この動画はこれまで100個以上のカバンを試してきた僕が経験と偏見をもとに話していきます。まず最初の話題は iPad がもたらす肩への負担について。これは偏見ですが、 iPad 11インチもしくは iPad Air を持ち運びたい人の多くはマジックキーボードや外付けキーボードを一緒に持ち運ぶと思っています。出先でバッテリーが切れたら大変です。 1000mAh 以上のモバイルバッテリーも持っていきましょう。どうせスペースが余ってるし、健康のためにウォーターボトルも。iPad がすっぽり入るバッグは多くの場合、その他のものもたくさん入ります。人は余裕があるとつい詰め込んでしまう生き物です。身軽に出かけたいはずが、肩にウェイトをかけて出かけることになってしまうでしょう。次の話題は大きすぎる。ショルダーバッグやスリングバッグの魅力の一つがコンパクトさです。小さいバッグを肩にかけることでパンパンだったポケットはすっきりし、アクセスしやすくなり、整理整頓やミニマリズムを見直す機会になります。しかしここに11インチクラスのタブレットをねじ込むと、そのシルエットはいびつなものになってしまいがちです。高身長の人が肩にかける分にはそれなりに身軽に見えます。しかし多くの日本人にとって、それらの11インチクラスのタブレットが入るショルダーバッグは大きすぎる印象を与えてしまいます。 iPad を使わないという可能性、これは最大のデメリットです。隙間時間や休日を有効活用しようと持ち出した iPad を1日中カバンの中に入れたまま帰路につくことがあります。もしかしたら iPad を使う時間があるかもしれないと思って外に出たはいいが、他のことで充実していたり、隙間時間にスマホで動画を見てしまったり、電車で席が空いていなかったりすると iPad はスリープしたまま1日を過ごします。 iPad を使う予定が必ずあるなら別ですが、そうでもない限りその肩への負担は無駄になってしまう可能性が高いです。ここまで iPad のスリングバッグについてデメリットを話してきましたが、 iPad をワンショルダーで持ち運ぶために適したバッグも存在します。僕が使った中でいいと思ったのは Air から出ている TechSling2、 もしくは Chrome から出ている Cadet、 この2つが最も肩への負担が少ないと思いました。その理由はどちらも分厚いクッションが存在しているからです。11インチクラスの iPad を収納できるスリングバッグにありがちなウエストポーチのようなシルエットのバッグは注意した方がいいです。それらの多くに太いベルトは備え付けられているかもしれませんが、厚めのクッションのようなものが存在していないことが多いです。見た目的には分厚いクッションがなく、ベルト1本の方がスタイリッシュに見えるのは分かります。ただクッションなしのベルトでショルダーで iPad Pro 11インチをマジックキーボードに挟んで持ち歩くと、夕方には悲惨なことになっています。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも iPad が大好きな人たちの参考になれば幸いです。こんな感じで
このチャンネルではバッグのレビューや生活に役立つ情報を発信しています。またメインチャンネルのイミグラムではバッグをひたすらパッキングする動画をアップしています。こちらもぜひチェックしてみてください。またツイッター、インスタグラムもやっています。ぜひフォローをお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。